独裁政権の金だから、すべからね、賄賂と金だから、それどっかで破れる。日本みたいにさ、もともと持っている信頼とね、あの信用の世界で銀行もそうだけど生きてきたあの国家っていうのはね、優れない、うん、それが最近ね、揺らいでるから僕は心配してる。それはあんまりなんか評価されなくなってるっていうか、そうそうそう、それじゃ逆になんかそれ、そんなのはそんなんじゃダメだって。そうっす、そうっす。なんか何は節、そんなもんは、そんな何は節でやっててもしょうがねえんだって言われますけど、うん、そうです。それがない、それがないと金の話も成り立たないっていうか、そうです、それが一番大事。こんなことでベネブレンスとかライチャスですとかもう何百回何千回言ってもね、仁義で何だかの言ったって、いやー忘れちゃうんですよね皆さん、うん、だからそんなのさ、今の政治の例えば中国の香港憲法とかアメリカ あの日本のね習近平の国賓とかさ、そういうふうなこう何ていうのかな、何が正しくて何が正しくないかって判断できなくなっちゃうんですよね。だその根底にあるのはデモクラシーで、デモクラシーって信用と信頼の上にデモクラシーがなってるわけですけど、そこの基本的なところをね今の政治が分かってないですね。うん、なんか普段からそういう話し合いとか誰かがそういうことを解いてくれる場に触れてない、機会に触れてないとそういうことの重要性ってなんか分かんなくなる、うん、そう分かんなくなっちゃう、分かんない。だから年取ってくると変に自信持つじゃないですか、専門家会議みたいにね、まあ、それ経済とか専門家の話、まあ、いわゆるこの学校で教えてもらう科目の専門家の人たちに触れる機会はあると思うんです。学者だから偉いってわけじゃないからね、学者だから世の中をリードできるってじゃないからね、医学は専門家だからじゃ あの日本を良くすることができるじゃないからね、やっぱりそういうふうなこうあの何が正しいか何が間違いかっていう根本的なところを理解してないとね、変なになっちゃうんですよね。だから東京都の感染者12人以下じゃダメだみたいな話になっちゃうんですよね、うん、いやそれ感染者が30人だったら大変だってね、なんとかアラートが騒いでくるんで、バカな話ないですよね。アベノマスクだってまだ何十パーセント配ったか知らないけど、もうマスクなんか街中溢れてるけど、あんなの422億も払ってさ、国民はまあ支持率は確かに下がったけど、国民がその大きな声で反対しないっていうのは変な国ですよね。頭おかしいんじゃないかと思うよね、意思決定してもそれを受け入れるっていうか、やっぱそれはね教育に問題ありますよね。いや、やっぱりなんかそういう意味では今じゃあこういう状況でなんかいろんな施策をした出て そういう何か施策を打って出てきた結果とかそのプロセスについて、そこにここでいう幸福があるかどうかっていうとちょっとやっぱりないですよね。うん、だからやっぱりね、あのそういう意味で あの我々は何のために生きていくんだっていうことをやっぱしっかり考えてね、あの日々仕事をして一生懸命やってさ、毎日疲れて帰ってきてそれで満足してダメだっていうことですよね、うん、何があなたにとって幸福なんですかっていう、まあ、過程ですよね、過程。うん、そうですよね。幸福を達成するプロセス自体になってないですよね。うんうん、過程ですよ。だから終身成果遅刻閉店かっていうのはやっぱり昔の人が言ったら正しいんですよね。ただやっぱり中国で今さっき言いましたが全く違う日本人の精神基盤が違うんだよね。その基盤の上にそういうふうなこう儒教の考え方を持ってくる。あの神道好きな人はね、神社でお参りしたり靖国参拝したりしてますけどね、日本書紀読んだり。あの古事記読んで、それしかないんですよ、日本は。うん、神道っていくら読んだってそれしかない。出せればね、発行中と教育中高だけでいいんですよ。僕はそう思ってる。うん、まあそういうとね、その神道の信奉してる人は怒るけど、うん、でもそれしかないと思いますよ。でもそれはすごいことだよね。神道、あの発行中ってすごいことだよ。だから、世界は一つ屋根の下で、コーポレート、コーディネートして、リードじゃない。リードするんじゃない。コーディネート、コーポレートして仲良くしましょうねっていうのが日本の精神の根幹なんですよね。それ発行意識。
もうすごいことですよ。これ日本しかないですよ、この考えは。大東教育。まあ、江戸は未だに理解してないけど。でもそれをちゃんとこう自分に身につけて修練を積んで、国と国との話し合いとか国際関係でもそういう考え方を発揮できれば、やっぱり日本ここにありみたいな存在感を示せるあ、そうですよ。ようなことになるんそうですですよ。ね。最近ですと、ある偉い先生がね、日本で開発するワクチンは、海外に公表しないと。で、まず日本人に先に使ってもらってから、余ったら海外に公表するから内緒だって。そんなバカな話ないですよ。だから日本の精神反映しますよ。日本人は隠さない。公平でオープンにする。トランプみたいなこと言っちゃダメですよ。トランプは中国から盗みに来たとか、こんなワクチンの開発なんか公開できるか。それは製薬会社を儲けさせるために、アメリカの攻撃だろうみたいなバカなこと言ってるから、ダメですよ。それはね、日本の八方一中の精神に反するんです。で、世界が困ってんだったらそれに奉仕する。ね、そういうのが八方一中なんです。で、そういうふうな精神をもう一回取り戻さないとダメなんだ。だから、民主主義と何かってちゃんと考え直さないといかんですよ。と僕はそう言ってるんですけどね。みんなそ前う。回なんかスルッと言っちゃったかもしれないですけど、このまた国際協力をポジティブにするっていう場合も、外交問題を抱えた時にも、このどうやってここでいう幸福を実現達成するプロセスに乗せて自分以外の人との関係を結んでいくかっていうのは大事だという、まあそこの幸福の考え方っていうのは今までなんかこうイメージできてなかったですけど、そうですよ。だかどうらですね、か？だから WHO もそうだけど、日本が参画してね、まあ日本の政府は日本人を参画させることしか言ってませんけど、日本を参画させて、八方一中の精神で、テドロスみたいにね、台湾批判したり、中国を褒めたり、そうじゃなくてね、まあ中国を褒めたのは情報公開するために褒めたのかもしれないけど、ね、そうじゃなくてやっぱり中国を隠したんだから。お前隠すのおかしいだろ、このバカって言わなきゃダメなんですよね。で、トランプはトランプでさ、そんなお前、テドロスみたいなやつに付き合えないから、俺は参加しないよって蹴飛ばしてさ、大会しちゃうって、あれね、子供じみてますよ。そうじゃなくてね、じゃあ、世界の幸福どうやって追求するんだったらさ、やっぱり WTO にアメリカからもっとちゃんとした人を送り込んで、もう一回立て直すって、それが当たり前じゃないですか。それが民主主義じゃないですか。で、トランプにしてみれば、今回の黒人暴動でもさ、軍隊入れてさ、殺せってやってるわけですよね。そんなバカな話ないですよ。自分の国民に軍隊が銃を向けるんだったら、そんなバカなことして、もうそれだけ、その一言で彼はね、落選ですよ。だから彼はとうとうその自分の白人至上主義がさ、化けの皮が剥がれちゃって、もう誰も信用しませんよ。それがダメなんだ。それは根本の軸がずれてるから。だからその八方一中の精神、彼は全く持ってない。いや、アメリカファーストでもいいですよ。でもアメリカファーストだけど、自分の国民に銃向けて殺せみたいな、そんなね、黒人殺せみたいな差別しちゃいけませんよ。もうそれでもう終わりだ。それだけでもう終わり、僕は終わったと思いますよ、今回の黒人暴動でね。それはやっぱり、アメリカンファースト、もしくは自分の家族だけが幸福になりたいっていうのは、もう見え見えじゃないですか。そんなダメですよ。そういう時に日本が中国に言うに言えず、アメリカにもこう従っていかざるを得ずみたいな、こう軽い腰の軽い姿ではなくて、こう重たいところをなんか見せああ、れるかロシどうンゴね。か、そう。ロシンゴ。あっちこっちになびいてちゃダメってことああ、ですよね。そう。だからもう、言っちゃいけないときはさ、言っちゃまずいときは、まあ、なびかないでじっと黙ってりゃいいんですよ。まあ、メルケルみたいにね、トランプに対して、冗談じゃねえよって怒っちゃって喧嘩しちゃう場合もあるけどね。まあ、それは、ジオポリティックとか政治的なものを考えたらば、必ずしも何でもかんでも思ったことを言うのがやっぱり政治の世界じゃないから、だからそれはそれでもってある場合には従わないといけないけれども、例えば米中でその中国を切るって言って撤退するってトランプが言っても、アメリカ企業と撤退しませんからね。
口だけですよ。日本人の愚かさって口と行動一緒だから、撤退するとみんな撤退しちゃうんですよ。撤退して振り向いたらさ、自分だけだったら、そういうことが起こりますからね、これから。それをよっぽど注意しないと。それで国家損失的損失をね、かぶるわけ。中国も切っちゃいけないんですよ。どんな専制国家で、独裁国家で。口では言ってもね。そういうところをこう、なんていうのかな、それがポリティクスでしょ。要するに、言ったけど、どうするかみたいなこと、ちょっと改めて、もう一回交渉しましょうっていうのは、ポリティクス、ジオポリティクスですよね。相手を騙しながら、嘘つきながら、のらりくらり、ハイドの世界でやっていくのはポリティクスです。日本はそういうふうなポリティクスできないんでね、日本人はそろそろ変えていかなきゃいけませんよね。そう思いますよ。ここではそういうことですね。で、あと、最後に言っとかな。やったね、これ。それでね、この次はね、ピュアハートですね。How to maintain a pure heart。生まれた時のままの心になれる。これができない。このことも日本の精神を語るようでは重要なメッセージだ。人間の心は名誉とか財産とか地位とか家族の知らないで、とや旗に心が閉ざされている。This is an important concept of Japanese spirit. The human mind tends to be shielded by a thick wall of honor, money, social status, and family. 正しい行いを積み重ねていけば、人が本来持っている善の心が浮かび上がってくるの。この正しい行いってちょっと言葉は違いますけど、practice benevolence。正しい行いってライチャスにする。まあいいでしょう。practice benevolence and a good heart can be realized. Good heart can be realized.これはアンドで言っていますけど、まあいいでしょう。この生まれたままの心を取り戻しても、善悪の判断はあなたが決めるのではない。ですね。Regaining a pure heart may not guarantee the ability to distinguish between good and evil. As you make decision only by yourself.How do you make decision only by yourself? これ今朝書き直したんですね。どういうことかというと、自分の判断でこれが善だと勝手に決めて、善悪の判断はあなたが決めるのではない。How do you make decision only by yourself? あなた自身が決める。決めてるよ。あ、ちょっと待って、あなたが決めるのではない。このまま取り戻しても。ちょっと待って。Regaining a pure heart.May not guarantee the ability to distinguish between good and hard. Good and hard. 善悪の判断をする能力を保証するので、ね、ピュアハートを持ったとしても、As you make decision only by yourself. You do not かな。Regain pure heart. 生まれたままの心を取り戻しても、Guarantee the ability 善悪の判断をする能力を保証するのではない。As you do not ですね、これね。As you do not make decision only by yourself.意思決定は安全信用と決めるんじゃないって言うとね。で、多くの人は自分の判断でこれが善だと勝手に決めている。善悪の判断が何であるかは相手の考えをも考慮して決めなければならない。ならないのだ。Consider learning. Vicariously.自分のことのように感じ取って、vicariously。これは変わった単語だな、こんなのなんだよね。consider learning vicariously through the opinion of your counterpart。これね、本当の意味はこうやって書いてますよ。そうじゃなくてね。consider じゃなくてね。consider learning。consider じゃないんですよね。考慮じゃないの。
フォロー、ビキャリアスリー。フォロー、オンダオピニオン、オブユアカウンターパー。相手の人にした考えに、コールしてじゃなくて、相手の人の考えに従わなければならない。というのは本当なんです。ここはちょっとね、ソフトに書いたのはね、そういうふうに言っちゃうとさ、やっぱり、なんていうかね、反対する人が出てくるの、僕はこうやって書いてんだけど、そうじゃなくて、自分が判断するの。Do not make decision only by yourself. You should follow on the opinion of your counterpart. が正しいことなんですね。で、相手の考え方に善悪の判断を委ねる。で、書き直してもいいですけどね。相手の、だから、善悪の判断ってのはさ、何がいいか悪いかっていうのはさ、相手が判断するんだよ。あなたは判断するんじゃないの。これね、ほとんどの人分かってないの。正しいか悪いかって自分が判断して、それでもって基づいて今、相手に話をする。それじゃないの。それは言ってみなくちゃ分かんない。相手は、あなたの考え正しい、間違ってあなたは言ってるか思ってるかもしれないけど、相手はそれでいいと思ってるかもしれない。言ってみなくちゃ分からない。それだから、終始の成果で、最初に言う相手が女房だって言ってるんですよね。まあ言ってみろって。相手はなんか37%脳細胞違うから、いや、それでいいって言うかもしれない。絶対それ違うと思ったらそれいいって言うかもしれないね。これなんかこれこれが善だと勝手に決めていたりとか、言いたいことが逆に言えないっていうのは、この上の方に書いてある自分の名誉とか財産とか地位とかしがらみみたいなもので、思い込みがあったり、言いたいことが言えなかったり、忖度しすぎてしまったりみたいなそうだね。ことですよね。そうですね。だから自分の同じ環境で夫婦が生活してても、やっぱりこう考え方とかさ、生活スタイルと違いますから、ましてやサラリーマンでいつも昼間家開けてれば、女房との付き合い方なんか、そんな長い時間やってないから、考え方のズレなんていろいろあるわけですよね。生活環境違うから。だからそれ理解し合えるわけはないんだけど、でもそれは、あなたが間違ってるなと思っても聞いてみなくちゃ相手は分かんない。相手はそれ正しいとか善だとか思ってるかもしれない。だからそれはね、これはね、人の心読みませんから、人の心って見えませんから、だから分からないし聞かないと。これ、これは携帯電話、これは鉛筆、これはボールペン、これはお菓子、そういうもんじゃないです。人の心って見えない。だからね、何考えてるか分かんない。ね、しかもね、女性の場合にはね、その考え方がね、秒刻みでコロコロ変わる。秒刻みで変わる。ね、1時間後には違った考え方を持ってる。だからまた繰り返し言って、繰り返し言ってるうちにいいって言うかもしれない。そういうことをね、男は分からない。ね、そういうことを男は分からない。でも、昨日反対じゃないか、なぜ今日賛成するの、まあ、昨日と今日は違うわよって、そういう感覚ですよね。